こんにちは、レトスの小野です。5月15日の3問に入っていきます。 A の B に対する貸金債務について、金銭の受領の委任状などの債権者である証書を持った C が債務の弁済を請求してきた。しかし C は真の債権者ではなかった。そのことにつき、善意無過失の A は C に全額弁済してしまった場合、 A は B に対する貸金債務の弁済を免れる、丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この下の動画の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。弁済は本来の債権者である B さんにしなければ、その弁済って無効なんですね。しかし本当の債権者 B じゃなかったとしても、そのような外観を備えたもの C を信じてしまって、善意無過失でそのものに弁済してしまった場合、その弁済は有効となるんですね。よって、丸になるということになります。で、この問題はちょっと理解する必要があるんですね。問題文も理解しないといけないし、解説も理解しないといけないということなので、ちょっと、解説長くなりますので、この点については短期講座の受講者様のみお伝えさせていただきたいと思います。短期講座の受講者様は、受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。その動画で理解すべき内容を解説しております。で、問い2です。A が宅地建物取引業を営もうとする場合において、A が信託会社であるときは免許を受ける必要があるが、A が信託業務を経営する銀行であるときは免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。前半部分ですね。A が信託会社であるときは免許を受ける必要がある。これが誤りです。信託会社であったとしても、信託業務を経営する銀行であったとしても、どっちも免許を受ける必要はありません。これらの会社とか銀行、まあ、金融機関ですよね。っていうのは、国土交通大臣に届け出をすれば、国土交通大臣免許を受けたものとみなされるんですね。だから免許を受ける必要はないということです。届け出だけでいいんですよ、ということです。イメージとしては、〇〇信託銀行と。まあ、いうような名称を使っている金融機関多いですね。通常の銀行ではないんですよ。ちょっと郊外に行っちゃうと、この信託銀行ってないんですけれども、大きな駅前とかにはですね、信託銀行あったりしますので、近くに行った時は、ま、ぜひ確認していただければと思います。で、免許が不要なもの、これは誰でしょうか？国とか地方公共団体、独立行政法人都市再生機構とか、住宅供給公社とか、あと、信託銀行、信託業務を経営する銀行。まあ、これは3種類はもうまとめて覚えた方がいいです。まあ、これも効率的な勉強法の一つなんですよね。もうまとめて覚える。まあ、今回の問題は3番の内容なんですけども、これだけ覚えるんじゃなくて、もう全部ですね、一緒に覚えちゃう。まあ、覚えようと思っても覚えられないんですけれども、何回も復習することによって、これまとまって覚えられるようになってくるんですね。もう3回、4回、5回って復習すると覚えてきます。なので、もうまとめて、何回も勉強するということが重要なんですよね。もう一個一個バラバラにこれ覚えちゃっていたら、もう試験前にどっちだったっけってなっちゃうんですよ。だからまとめて覚えちゃうということですね。覚える意識を持って勉強するということですね。で、メルマガでは無料なので、もうたまにしか効率的な勉強法、具体的にお伝えはやっぱできないんですね。そうなってくるとやはり不十分なんですよ。なんで、もう次こそ絶対合格したいという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。短期講座では、効率的な勉強法をどんどんお伝えしますし、こういったところは一緒にこうやって覚えましょうとか、対比して覚えましょうとか、答えはこうやって導くんですよとか、まあそういったところまでもうお伝えしておりますので、絶対合格したいという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。で、問い3ですね。都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には都市計画に地区計画を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。地区計画を定めることができるのは以下の2つの区域ですね。1つ目が用途地域内、もう1つが用途地域外であったとしても一定要件を満たす区域。したがって用途地域が定められていない土地の区域、つまり2番ですね、用途地域外であったとしても地区計画を定めることができる場合があるので、正しい記述となります。で、この一定の要件何なのって、疑問に思われるかもしれないんですけれども、ここはですね、出題される可能性は非常に低いんですね。なので、これは覚えなくても大丈夫です。独学の方だと、やはり、理解すべき部分と理解しなくてもいい部分のこの違いっていうものを、判断するのが難しいんですよね。だから、何でもかんでも理解すればいいっていう問題じゃないんですよ。
今回の問題で言うと、この一定要件別に理解しなくてもいいわけなんですよね。だから、これは理解しなくてもいい。でも他の部分で、要件がすごく重要になってくる部分もあるわけなので、こういった部分っていうのはもう過去問を解きながら分析をしていくっていうところがすごくもう重要になってくるんですね。なので、まあ予備校でもね、やっぱこういったところまで教えてくれるところってありませんので、自分自身で過去問を分析するということも合わせて行っていただければと思います。そうしないと無駄な勉強になっちゃいますんでね。必要な部分だけ頭に入れていきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。